はい、ブランド X でオズコンプリートベストアルバムご購入ありがとうございます。はい、というわけで、今回オズなんとコンプリートベストアルバムというのをね、71曲入り発売したわけですが、それをね、皆さんというかこれを買ったあなたが手に入れてくださったということで、もう感謝感謝で、涙を流してもうおえつの状態でございます。はい、というわけでね、はい、いやでもね、今回ね、あのオズのまあ歴史が詰まってるわけですよ。このコンプリートベストアルバムっていうのは、まあルーパッシュに入って最初のミスティという曲ですね、イブズアップル、アップルから、はい、来ましたよ。で、新曲の、トゥーコンティニューまでの71曲が引き継ぐ。じゃあまず新曲の話しましょうかね。はい、ナオさん、はい、はい、今回この新曲、まあナオさんが持ってきたわけですが、どうですか。俺的にはなんだろう、俺これどうなん言っていいのかな、どうなんかな、アニメソングっぽく見たかったアニソン、ね、主題歌的な感じ。そうそうそう、俺のイメージでは、うん、あのまあ俺結構ロボットアニメとか好きじゃないですか、うん、エンディング、オープニング、オープニング、はいはいはい、で、オープニングで大体こう、まあ、宇宙から始まるじゃないですか、宇宙のなんか、はい、引きから始まるじゃないですか、テレレレンってやる。で、歌が始まって、うん、まあ、この歌だと歌詞だと、うん、この空、って言ったら伸びてくる、タイトルがベーンって言ってくるじゃないですか。で、地球になってくる。そう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 、でなんかそこまで、そっから主人公走るみたいな。そう、主人公走ってね、言いたいことは分かる。 B メロのちょっと激しいところで敵キャラがちょっとパッパッて戦闘シーンがそういうことなんです。サビで主人公のアップとかでこうなんかそうそうそう、多分ヒロインとかも出てくる。そう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 、分かります。分かりますよ。言いたいことは分かります。どんどんもう出てくる、感じられるじゃないか。オープニングなんだ。俺でもちょっとエンディングっぽい感じもするけど、あのだからその日のだから漫画、そのアニメの放送のその終わった、うん、てん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 こう、あーあー、まあ、もう来週楽しみだ、ね、そういう感じもするけどね。ガンダム指導とかそこであれかもね。すごいね、でもね、話にアニメをこう物語に連想して作れるんだね、曲をね。何だよ、何定番的なアドバイスなるほどね、そう言われると分かりますもんね。っていうまあそんなね、今回新曲、入ってるわけですが、じゃあせっかくなんでね、オムニバスじゃないコンプリートベストなんでね、なんか思い出の曲なんか、じゃあちらちらと、じゃあアキさん、はい、どうですかね、すべて思い出になってるっちゃなってるんですが、はい、ミスティかな。俺はやっぱり最初こうループアッシュに入って一発目っていうことだけあって、はい、環境がやっぱりもう違う、多少変えていただいたというか、はい、その本当の、うん、この見方も違うな。でも初めてあの東京でレコーディングしましたね。そうそう、東京のねレコーディングスタジオっていうところで撮らせてもらったのが、はい、もうあすごいなっていうね、はい、うん、ミスティが思い出深い、ミスティジェニス。ズキさんは、そうですね、思い出に残ってるっていうと、あのや PV 撮った曲とか結構残ってて、うん、来たよ、あの PV か、あの PV か、ちょっとスネア持ってこようか。まあそうなんです、持ってこようか、持ってこようか、ちょっと持ってこようか。持ってこようか。なんとね、なんとね、実はね、あのスネアとスネアスタンドまであるんです。おー、行くないね。なんとね、準備、まあ、こういう流れをね、期待してたわけじゃないけどね。満タン。はい、じゃあズッキーさん、あの PV の思い出のシーン、この PV でいいの、これまだ曲名言ってないからね。まあ正解なんですけど、まあ音鳴らなくていいですけど、イメージ的にプルプルしていくもん。Cry for you、 Cry for you、 そのB メロあたりですよね。ズッキーね、顔がずっと映ってない。あのスネアも映ってないから、あれはそうですね、惜しいな、惜しいな、はいはい、そうそうそう、すっげーやる気のね、なんか叩いてる、あの顔がもう斜めってたら、
だってフルセット持ってったのにセット組めないっていうのはドラマとしてどうなんだってあ、フルセット持ってたあ、そういうちょっと半切れも込めてた込めてたなるほど、ね、なんだよなるほど、あれはまあエルフのカラーですね。そうですね、それが思い出です。思い出です。あ、それでよかったよかったです俺フライングしたかったタマさんはこうですね、まあターニングポイントになったようなバルクの、どっちかな、バルクのやったりそのディロックスのシングルだったり、どっちが得意、どっちもない、たまにバタフライ作った時はもうあれですね、しゃくれたんですかドヤしゃくれよしよしあそこでなんか一回こう出来上がったんですよね。あ、タマダンスタマダンスみたいな、あっち踊ってみて、タマダンス最後に怪しくたまったよ。何でもないです。下ネタか何でもないです。でもさ、俺はその、俺ずっとオズ入って、オズ初めて、ずっとプレイヤー側だったんだけど、はい、俺が初めて作って、その初めて作ったのに、その、キョウさん、デランジェの、はい、にちょっと詩を見てもらったりして、贅沢、はい、なんかすげえって感じ。俺がやっぱり残ってますね。ちょっと待って。で、使います。なるほど。そうですね、俺はあの、まあ、レコーディング今回そのオズ東京、まあ、来てからある方とかエンジニアさん長い付き合いの人いるじゃないですか、はい、うん、あの人あの人と最初にあの人とっていうかあの方と最初にあのまあレコーディングした時にあのタイトルのない曲を取ったわけじゃないですか、うん、あの時にあのそのエンジニアさんにまあ、ナッツって言われたんですけど、ナッツのあの時のあのシャウトは俺の中で衝撃だったけど今でも言われるんですよ、で、今でも中途半端だけど多分、いや、だからその時のなんかファーストインパクトっていうかがものすごい衝撃だったんです。もう今だからいろんなまあバンドさんとかやってるじゃないですか、あの方は、うん、でもその中でもその今でもそれを言うのはなんかこう嬉しい、まあ、そうですね、嬉しいのもありつつ多分まあそこがそのオズ の基本のスタイルになってんのかなって思ったり思いますね。だからコンプリートアルバム多分全部聴けば分かるけど俺ほとんど叫んでる多分ね、全4枚組だったら2枚分ぐらい叫んでる。まあでもね、それがまあオズらしさでもあるのかなと。とりあえずそんな感じで、今回ね、コンプリートベストアルバム出しましてオズワンマンツアー決定します。はい、はい、まあ全部言うとあれなんですが、まあ、ざっと、5月のね12日、渋谷チェルシーホテルから始まりましてずーっと行きまして、そして、ファイナル6月の16日渋谷オーウェスト決定しております。はい、はい、まあ、今回のねワンマンツアーのこの各会場でコンプリートベストのね懐かしい曲だったりいろんな曲を混ぜて、ワンマンのセットリストを組んでいこうかなと思ってますんで、ぜひぜひ皆さんねワンマンに足を運んでください。そしてファイナルのウエスト絶対来てください。はい、そういうわけでコンプリートベストお買い上げありがとうございました。お疲れ様でした。最後はい、はい、オズゲーム、このオズゲームというのは、まあ、オズメンバー同士で、競い合いまして最後に負けた人が、罰ゲームをするというゲームでございます。イエス。はい、というわけで、今回のゲームはなんて言うんだろう、こう2人並んでこう手をしてイエーイってやってこう動いた方が負け。イエーイ。じゃあ、グーとチョキとパーでチーム分けして、まあ、一緒になった人が戦いまして1人じゃあグーとチョキとパーなんで残った人はシード権で、シード権で、じゃあ一緒に行きましょう。決勝行きましょう。よし、はい、しましょう。せーの、グッチョキプラダー、グッチョキプラダー、グッチョキプラダー、で、チョキチョキせー。おー、はい、アキさんがじゃあもう罰ゲーム手前の決勝でございます。あ、俺だとだった。あ、危ない。あ、おずき、じゃあさっきもみたいに、はい、これはね、じゃあ映ってるかな、どの辺だと。じゃあ俺とタマさん先行きますか。いえ、まず手をどうすんだ。体格差ある。まあ手をこう、これでもっと下がる、もっとこのぐらい下がる。手伸ばすんじゃなかったか、違うかな。どんぐらい近い。そうだと、だって腕にいけるもんね。え、だからあれ避けたりこう、そこダメ、いろいろ攻防するんで。オッケー、
じゃあいきますか。これ、やられそうじゃん、俺。行けば、行きましょう、行きましょう。手しか押せないからね。体押したらダメだ。そうそう。わかるよ。オッケー。はい、じゃあ行きましょう。よーい。はい。ふわっ。ちょ。シュールだな。ちょっと待って待って待って。だいぶ。近いんだよ、まだ。多分、近いよ、まだ。え、待って。足動っちゃダメだよ。ちゃんと踊り出した。だから2人して顔の近くでさ、あれだよね、こんな手動かしたら卑怯だよ。だからもうちょっと離れるんだろうね。離れる。そうだね、そんなんだって。ほんと手広げるぐらいじゃないかって、伸ばすぐらいじゃん。そんなのだと押せないよ。あ、そうかそうか。じゃあそれ結構多分近いんだよ、ほんと。じゃあ手は下に下げちゃダメですよね。これだけなんじゃないですか。あ、押すか引くか。横はダメ。ダメじゃないですか。それもう一発じゃん俺。レディー。じゃあ押し引きだけ。え、わかんないっす。逃げてもいいんじゃない？ダメ。じゃあ、あの引いた時にこれで。はい。はい、オッケー。レディー。ファイ。消極的。二人してシュンって引いた時。おっとい。結構近めで、うん、近めで、で前と後ろし、もうちょっと近く方がいいね。あれもう始まった。はいはい。もうちょっと、もうちょっと近くでいい。もうちょっと近めた方がいい多分。持つと。うん。引いた時にちゃんと、ああ、あの攻防ができるよ。ああ。オッケー、じゃあ行きますよ。オッケー、いいっすよ。はい。レディー。はい。弱はい、スッキーさん。3人でやろうよ、ね、ダメか、ダメなシールだもん、シールだもん。じゃあ、たまさん、たまさん、スッキーさん、たまさん、スッキーさん。マジ無理だな、はい、俺リーチ的に無理だもんな。いや、だから近くで、近くで、近くで、うん、近くで。すごっ、おどっちも捨てる。もうちょっと近くでいい。俺、たまさん結構前に、うん、オッケー、行こう。Okay. じゃあレディーファイ。はい、押してください。じゃあ俺その戦い方がまだ分かんないからな。おお。これセリフ？俺は、まあ、じゃあ2人とも負ける。どうする？同時にしとく。もう2人ともバズる。もう一回行く。まあ若干あれだったけど。そうだね。ただカメラの方に映ってないかもしれない。ああ、そうか。もう一回行きますか。同時。オッケー。引き分け。もう一回。もうちょい近い。レディー。はい、ガッギャッギャッあの避けた時さ手をくるんで後ろで回すのが面白いね。そうね、BGM はないです。おお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 おすっげえ、すげえ最後強引だったから攻めすぎた、攻めたね。すげえ攻めたね。戦い方わかんねえよ、まず。はい、じゃあ、はい、これ最後の、じゃあこれ負けた人罰ゲームです。だって力的に絶対無理じゃん。力、力いらないんじゃない。力につってもいないのかな。いや、いるいるよ。このぐらいでいいってこと。オッケー、はい、これで、あ、こう避けられないってこと。横ダメね、前から後ろだけ。レディー、え、こういうことない。オッケー、レディー、ゴー。なんだこのゲームは。すっげえ、すっげえ汗かいてるからさ。リーチ的におかしいじゃん。絶対リーチ。スッキリやってみたいかも。絶対リーチだよ。はい、はい、じゃあ何、一回やってみる。一回やってみる。スッキリでも超弱かったよ。すごいっすよ。はい、レディーゴー。あ、そうか、ズッキーはもうあれなのか。こういうのが勝てるって思ってた。はい、はい、ダマさん。はい、これはね、ちょっとね、みんな壊れてる。これはですね、はい、タマさんの罰ゲームは、タマさんに
なんと逆立ちをしてもらいます。タマさん、あれですかね、タマさんの逆立ちの顔とか撮っても大丈夫ですか。ダメです。ダメですよね。はい、行きます。じゃあそれ胴上げで、この全部ああ、胴上げする。どうする、胴上げする、胴上げして最後3回目話すとか。逆立ちをして、ではい、いろんな遊びをしますよ、俺らは。そうすると、大体あそこをチョップするよ。まあ、あの、映していい程度に俺らが始めるできる。俺、じゃあ足を押さえ、あー、なるほどね。それ横くらいだったらいいか。横ならいい。